お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、世界一度やっていきたいと思います。なんと、シーズン終了まであとね、もう1時間しかないので、ちょっと急ぎ目でね、やっていきます。あと1時間10分ですね。で、世界一が84! しかもちょっとズバ抜けてますね。で、今僕は8138で、まあ60位という感じですね。まあステイすれば安牌2桁で、でもそれだと、7位のバッジがね、更新されることはないので、もう最後までね、はい、潜ろうと思うんですけど、デッキはね、このメガナイトエリババのロイホグを使ってたと思うんですけど、ロイホグさよならしましたね。で、その代わりに U のとか入って、ヒースピが入って、ちょっとね、回転が速くなった、まあ、高回転でメガナイトエリババを出すデッキでやっていきます。で、なんとこのデッキでね、めちゃくちゃ勝率いいんですよ。多分ね、さっき数えたんですけど、22戦18勝4敗。ぐらいなんですよね。そう、爆勝率いいので、ちょっと頑張っていきたいですね。よろしく。さあ、81。この人クロスのイメージがあるけど、いや、ホグ、これちょっと、ホグ、いや、ホグは全然相性悪くないけど、初手にエリババなくて、この一発空いたの痛え。さあ、痛い。雪玉ホグ。いや、ちょっと、レアっすね、なんか。いや、普通のクエイクホグかな。相性悪くはないと思うけど。さあ、アーチャー型の普通のロケホグですね。ロケホグは今2回ぐらい当たったけど、2回とも勝ってるから勝ちたい。さあ、バルキリー型。バルキリー型ならちょっとやだな。エリーババがボコされちゃいそうだな。で、これちょっと。エリーババやっぱホグに取ってきたいですよね。で、メガナイで先出しちゃうと、いやー、これいて、キング起動されちゃうんですよね。施設、テスラに飛ばせて、手前のね、スケとかでキング起動されちゃうので、ちょっとあんま出したくなかったっすよね。でも一回ケツメがないと、そろそろしたいっすね。ケツメがないとしたいけどな、守ってからでもいい気もするけど。さあ、これはいいっすね。このバルキリーがいるので、このケツメガは逆サイ、このバルキリー回収指定ができるから、さあ、まあさすがに来ないな。一回防衛してきますよね。うん。で、今回はそこそこの攻めでいい気がするな。攻めすぎて4コスホグ飛ばされてが怖いです。さあ、そこそこでジャンピング、いやでかい、いやそこそこでこれが入るのはマジででかい。さあ、でまあエリババで守って、多分バルキリか、いや耐えるのでかい。しかも今これ多分結構コスト使ってんすよ相手で、バルキリー、いや、バルキリーじゃねえのか。からのバルキリー、ああ、いいっすね、相手の。受けがうめえな。さあ、あ、でも、ユーノが走れ一発、うーい。さあ、ちょっと怖い。相手は逆サイにチェンジしてきた。さあ、まあ、これ、ケツメガでいいと思うけどな。よし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 。いや、流れはいいっすね。相手、ロケとかなのかな、なんか、クエイクだったらもっと打ってきてもいい気がするけど、ハエボの可能性もあるな。よし。ちょっと、良さげなファイブ打っていきます。残れ、ユニット。頑張れ。頑張れ。俺もう応援することしかできないんだよね、ユニット。僕の思いが通じるかはわかんないけど。頑張れーって祈るしかないんじゃない？エリババだけ持って、よしよし。さあ、これ、ケツメがちょっと怖いから、一旦魔女から入って、エリババセットでいいかな。ワンチャンロケ？あれ？ロケ来ねえのか？さあ、今、ケツメが読みとかなのかな？おい、魔女、お前先行さすな。バカか。王女様やで、そいつ。いや、ちょっとやばいっすね、なんか。ホグ、右に絶対雪玉プラスが来るっすよね。うん。いや、うめえ。ちょっと待って。俺がプレイがひよってんな。もっとイケイケでいきます、今から。あといっぱいあるんで。これ、ケツメガからので、端前バルキリーホグ。いや、これフル許容でワンパンします。よし、来た。フル許容して5打って、いやワンパンしろ。オッケー、ママオッケー。おぶね、怖え。ちょっとね怖いっすね。なんかもう芋ってさ、あんなユニットから展開してたらね、ゴリ押されちゃいますね。一回もうダメージ許容して形を作んなきゃ再かれる。いやもう人多すぎてね、この密集してるんで全然順位が上がんないですね。さあ81、いや今ねちょうど今季最多をねずっと更新してるので、よしとりあえず8に行きたいな。あと2勝ぐらいかな。マッチング運良くて83とか引いて40もらえたら激アツですけど、よし。いやめちゃくちゃいい。これねヒーチピが入ったことによって回転がちょっと速くなったんですよ。そうそれがねいいですね。しかもこうなんか U ので攻めるとか、僕 U の大好きなんですよ。そうだからこのなんか物足りないって感じる人もいると思うんですよね。こういうデッキってなんか、まあ、一応今はエリババがめちゃくちゃ強いからエリババで攻めれるんですけど、ホグとかディガーとかバルーンとかそういった主軸がないので、言っちゃえばね相手がめちゃくちゃうまかったら突破できないやんっていうところを、こういかにエリババやあとは攻めファイボだったり U の追加マザネクで突破していくかっていうのが大事になってくるんですよね。こういうデッキ大好きですね。なんか攻め手がないけどバルキリーミニペッカレイジフリーズで攻めるみたいな、なんかそういう感じのねデッキ僕大好きです。最大8195待ちか。いややだなこれ、この手札よくねえよな。ファイブを縛るぐらいしかないもんな手段。いやーしかも待ってきてるゴレラバー怖えマジシーズン終盤のデッキわかんないのバカ怖いっすよ。だってエリババ咲いた瞬間もうケツスパーキーからのフルカウンター、メガナイトで踏まれてのカウンター、ケツメガか。いやケツメガ怖すぎるか、さすがにヤンキーっすもんね。でエレキ咲いてもバルーン怖いし、いやエレキ咲くかこれもしかして。一番いい気がしたエレキが小堀親衛隊ロイホグかな。いやーあとロイジャイまでな。これロイジャイ勝てないんですよねマジで。いやーロイジャイっぽいなマジでボケいや本当にねロイマジで勝てなかったんだよな。いやまあまあいいファイボなんだけどな本当は。相手も端前ちょっと強えな。さあいやロイライトか、まあ、ロイファイボですね。来た。これはザッピーも抜いたことによってザッピーがねいないとロイが止まんないってやつですね。ケツメガで世界変えたいんですけど、相手のベビーメガゴが僕のこのエレキをねファイボカライトで飛ばされちゃうと一生残っちゃうんで、これが嫌っすね僕は。いやしかもそこでも飛んじゃうか君ら。一旦ファイブ打ってヒースピー、あーヒースピーおらバカ。いやこのメガゴがね世界一いやらしい。いやこのエレもそいつも世界一いやらしい。いやここの防衛うまくないですか。端前でもう溶かしきる。で僕はだからまあメガナイトプラスなのかな、どうだろうな。メガナイトを出すたび損するだけど、出さないとも勝てないし出しても勝てないしっていう、まあ、やっぱ両サイ振らなきゃいけないですね。さっきみたいにベビメガゴ組まれて終わるので、やっぱ両サイ振ってベビかメガゴどっちかしかいないときに攻めていきたい。こういうのいいんじゃない。さあいや結構良さそうだけど、ランバーガール、いや空浮きうめえなマジで。本当に冗談抜きで受けがうめえ。おおマジか。なんで竹そっち行っちゃった。いや、ワンチャンありそうだけどな。こういうのも5打って。うわ、なんでそっち行った。バカバカバカ。痛い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 。痛い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 。いや、思ってるより痛くない。思ってるより痛くない、マジで。やばい、痛い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 。いやー、マジかー。痛えよ、今の。いや、これワンチャンあると思うんだけどな。ここを守って、最後ワンパンしたい。マジであります。いや、攻めてこねえか？まあ、相手はライト打ってけば安牌ですからね、こんな感じで。ってなってるところを、うわー、マジか。マザネクの5からの世界変えます。陸いなくなれ、陸いなくなれ、陸いなくなれ。いや、マジワンチャンねえかな。いや、マジワンチャン、ワンチャン、マジワンチャンある、ワンチャンある、マジでワンチャンある、つかめ、ワンチャンつかんでくる。え、待って、時間が、うわ、待って待って待って、最悪だ。うわ、マジか、マジか、時間、今俺勝ったか思ったし。いや、でもこれは本当にしょうがない。これないための勝てないやつなんですよね。そう、このデッキで今多分20何戦やってて、5敗かなしてる中の2敗がこれなんで、そう、しかも2回とも全く同じ方なので、まあ、これはしょうがないですね。ザッピーを抜いたから、でもザッピーいると他のに勝てないんですよ、あいつ。そうそうそう。まあまあまあ、しゃあなしのね、これはほんとしゃあなしです。100-0だと思っていいですね。その代わり、ちょい相性悪めを勝ちたいですね。いやー、悔しいな、今。時間が。まだあると思ってたから。いや、だからあっても無理だったから。マザネクメガゴにしばかれて。ワンチャンあったっすよね。マジであったっすよね。いやー、5秒延長してく。あー、カール・ザ・レジェンド。ラバルの、なんか使ってるんですけど、さっきは勝てました。めっちゃギリギリね。神試合でギリギリ勝ったけど、2連続勝てるような相性でもない。相手ラバルですね。エリババ墓石か、形がなんだろうなっていう。さあ、エリババ冴えてくれたのはでかい。あともう一個墓石かなんだったかな。スケドラ、メガゴとかなのかな。これはちょっと5をザップ切ってるから、そうっすね。なんか、ザップ切ったから、マザネクだけだと5でね、いかれちゃうんで、エレキだと残って仕事してくれると思いながらの。さあ、からの、墓石を墓石じゃないのか。これでもちょっとうざいよな。うわぁ、鬼許容。鬼の許容。エリアード通られる攻めはしたくないんだよね、僕は。1-0 かな 2-1 かな、どっちだろう。いや、悩むな。これどうせエリックからでよかったかな。一回ぶっぱして説もあるんですけど、3ガゴメガゴ許容が嫌だな。悩みますね、これは。相手の空がで、エリババ受けかな。あ、三角受けか。うん。いや、耐えれそう。豚で。相手今5使ったよな。からの、これエリババ間に合うのかな。絶対追加していいっすね。いや、絶対追加していい。いや、相手ミスってる。でかいでかいでかい、でかにきでかにき。5打って、エリババ頑張る。お前らならいける。俺のエリババは超エリート。普通のエリートじゃない。天才の中の天才。わあ、待って、めっちゃ来たやんけ、居残りが。居残り来んな、居残り来んな。帰れ帰れ帰れ。俺んとこ来んな。帰れ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 。チキャ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 、来んな来んな来んな。5に一周回します。バレないように。バレたーバレないよりは無理があるか。いやー、いい有能。しかもでけえ。相手墓石やってたよな。マジででけえ。でけえでけえでけえ。マジででけえ。よし。しかもなんならさっきよりトロ7とそう増えたんですよね。オッケーオッケー。勝って負けてでも7増えてる。いや、ラバルのエリーババ怖いっすよね。よし、8171。次勝てば、チャンの82がある。よしよしよし。いや、ラバル、いや、勝てないと思ってるんですよ、個人的には。そう。けど、このカール・ザ・レジェンドって人は、ラバル、マジで本当に世界でトップぐらいに多くて勝ててるんで、まあ、あんなら相性いいのかなっていう。うん。まあ、ザネクいるしねって。マザネクいたら基本的にはね、相性悪くなっちゃうんですけど。パピーだけ仕事するんですよ。パピーにだけ。パピーにまではもう一生サボってるんでね。もう基本的にはやっぱマザネクをラバに当てずに、エリキをラバに当てて、エリキにもハイプを使ってからのマザネクみたいな、さっきのサイクルが多分結構良かったですね。そうそうそう。マザネク、ラバにマジでサボってるんでね。攻撃してるように見えるじゃないですか。あれ、なんもしてないですから、本当に。よくいるね、サボリ君ですから、あれは。さあ、次何が来る？ホグぐらいがね、相性いいっすよね。ホグとか、まあ、なんだろうな。まあ、高回転がいいな。あ、これ、ラバル。ラバルや！ラバルガゴガゴ、スキアミさんガゴ。でも相性めっちゃ悪いわけじゃないんですよね。多分この人ね、ヤナアメとかなんで、別に相性マジ悪いわけじゃないっていう。そう、なんならいいんじゃないか説も。これまさ、オッケー、一発殴った？おい、豚を、お前サボってんやんけ、また。今、ね、俺やってるよって、やってるふりやんけ。いや、今の一発入ってねえの痛いっすね、ちょっと。5ってか、これスキャミいるんで、今攻めれないですね。今一旦エレキから防衛ですかね。スケアミか3が5かな。3が5からのバルーンもあるけど、うわ、何も出してこないパターンもあんの。うわー、すごい。うわー、マジか。うわー、これ、待って、頑張れ。エレキ。お前は優秀だろ。お前はサボりじゃない。俺は知ってる。いやー、微妙だな。いや、マザネクが下手。ちょっと痛い。マザ。おい、ヒースピーヒースピーゴー。あ、でも、ガゴムレ。いや、ガゴムレも嫌だな。今、U の100入るっすね。3ガゴか？エレキ使うか。やべ、待って、下手。なんやこれ。いや、待ってよ。おつけ。いや、これ1本取ればいいんだ。次。うわ、相手も1本取りに来るよな、そりゃ。なかなかシュワいっすよね。シュワミザワ。シュワいな。何やこの攻め。こうやってもね。いや、ママよく頑張った。いやー、待った、400。うわー、もう一体か。もう一体。いや、待って、これはね、全然勝てないこともないはずなんだ。俺が1本取ればいける、マジで。1本取る。一本取らせない。おい、ギャング。お、マジかー。いや、これ、多分な、気づいたっすね。メガナイトでめっちゃ攻めるんだな、多分。多分なんですけど、いやー、マジか。間に合わないか。あー。いや、多分なんですけど、そうですね。エリババを、出すだけ損する感じの。いやー、悔しいな。相手がエリババメタデッキだったと思うので、エリババをほぼ出さずにいけばよかったっすね。で、メガナイト出してみたいなね。うわー、ちょっと下手だった。くっそ。ガゴガゴ。デッキ分かってたけどな、戦えなかったな。いや、悔しいですね。まあなんか、今ね、とりあえず、ゴレとかエリゴレ、エレジャイと当たれてないのは幸せで、めっちゃくちゃいるんですよ、本当に。やばい時はね、3試合に2回ぐらいのペースでこう来ちゃうんですけど、で、あ、別に勝てないわけもないんですけど、そう。まあ、ちょいきついよねっていう。ちょいきついよねで、今そう来てないので、でかいっすね。佐々木さんは、三子の方ですね。三子使いも今めっちゃみんな上がってる。そう。三子、しかもね、ゴースト、ユーノエリババだったかな。対空三子だけ。いかちい方が。そう。いや、マジでバルニーは勝てねえみたいな。けど陸にはマジで強えみたいなデッキしてる。ゴーストでエリポンポトンかな。ファイブ打って、ヒースピで回復してあげて、いや、シーズン終了あと40分ぐらいかな。シーズン終了マジで楽しいんですよね、最終日マルチ。やべ、このユーノシュしちゃった。ケツからでよかった。調子乗った。ママを産みたいがために、調子乗っちまった。でも、ライゴレこれ攻撃してくれればよかったのに。で、僕は、まあ、一生エリポン2ファイブ打って、耐えるぐらいかな。よいしょ。耐えて、耐えます。ヒースピー。いや、なかなかいいヒースピ。あいこれ強えな。エイババギシャン一発。タルババで返すと、これ一発入りますね。まあでも右側どうでもいいか。まあむずいですね。まあ芋ればいいかなって。多分攻めたら終わると思うんだけどな、俺。さあ、1本にファイブ打って。いや、一生これしてる。多分一生これしとけばいいんですよね。一生これしてファイブ打ってマジ一生これっすよ、本当に。これでなんなら逆転できそうだもん。すごい話。で、もう一回エリポン来ますね。お、エリポン来ない。新しいパターンや。今エリポン絶対来ると思った。いや、ママ早く死んでくんねえかな。足止めしないでほしいな。いや、うまい、それ。相手でも一個やりすぎな気がする。いや、タルババと余裕で止まっちまうかな。さあ、いけいけいけ、チンパン。いや、このタル世界一下手でしたね。いや、このタルのせいで負けそう。気血三種ワンちゃん。ここでリポン来るか。イチャイチャしてる。めっちゃイチャイチャしてる。おいバカ。いやー、その決算しやだな。打っていやー、この三子2倍タイム入ったらこの回収三子突破できねえな、あいつ。やばいっすね、佐藤。18秒。ケツの三子がやべ。おけっちゃん三子が。やべえ、おけっちゃん三子突破できない。いや、頑張れ。エリババマッチョ組んで。いや、わかりましたね、これは。もう一回当たりでー悔しい。お、待って。うわ、勝てそうだった。なんでなんか入ってた。多分2枚タイム入ったら、エリババで攻められて、決算視されて回収されて、僕が5をタルで、奥底突破できなくてってなるので、僕がどっかで仕掛けちゃえば勝てたかなっていうような感じでしたね。まあ相手もうまいですね、と。いやー、いうわけでちょっとね、停滞しちゃってるんですが、この後もね、残り時間あるので、頑張りたいなと思います。よいしょ。あー、さました。お疲れ様でした。